はい、おはようございます。原田農園です。5月28日ですね、木曜日です。今日はですね、朝田坂さんのですね、また圃場に来ております。先日ですね、先日というかもうかなり前になるんですけど、ブロッコリーを定食してるんですが、そちらのですね、根がまだ余っているということですね。うちにブロッコリーのですね、苗がまだ余ってますんで、ちょっとそちらの方をちょっと植えに来ました。で、中耕機を持ってきてですね、先日植えた、苗のところをですね、ヤンマーの中耕機で中割りしていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。ここはでも手で持ち上げたりしたら結構ありますから。はい、今昼休憩になりました。昼休憩はですね、今ピーマンのですね、圃場に来てます。ピーマンのですね、トンネルをまだ、やったままなんですが、もうですね、トンネルに到達してしまってですね、上の、でトンネルにですね、ピーマン自体が当たってしまって、ちょっとこのままやっておくとですね、ピーマンの新芽の部分がですね、焼けてしまう可能性がありますので、ちょっともうですね、とりあえず、トンネルだけは、外していこうと思います。トンネル外したらですね、ちょっと仮支柱をトンネル、してるところはまだやってないので、仮支柱もですね、一緒に、止めていかないとですね、風が吹くと倒れてしまいますので、ちょっとですね、今日の昼は、トンネルをまず外す、作業をしてですね、昼から、母とですね、バイターの方と、一緒にですね、ちょっと支柱をやって、蜂の自由院をしてもらいたいと思います。それでは、ちょっとトンネルを外していきたいと思います。まずですね、13ミリのパッカーが上に止まってますので、13ミリのパッカーを外して、片側にですね、落としていきたいと思います。
はい、実際の状況がですねこんな感じですね。もうビニールに当たってしまってします。当たってしまってます。この辺もちょいちょい当たってるんで、焼けてはいけないのでビニールを外さないといけないですね。今3列ほど剥がしたんですが、引き続きですね、パートさんとみんなでやっていきたいと思います。はい、それでですね、ビニールを剥がした後の、ことなんですが、ビニールを剥がしたらですね、まず一番くがついているところがあるんですけど、ちょっとこれもう、折っていきます。下の方はですね、全部脇芽なんで、脇芽は、嗅いでおきます。こんな感じでね、脇芽は嗅いでいきます。で、どこまで脇芽を嗅げばいいのかというとですね、ここにですね一番果、ちょっと拡大してみましょう。ここ、ここに一番果が、ついていたんですが、一番果がついたところにですねが V の字になってます。 V の字になっているところが一番果なんで、一番果より下ですね、脇芽、葉っぱ、ちょっと見えにくいですね、葉っぱと、この種の枝の間にですね出ているのが脇芽なんで、これナス、あとトマトも、全部一緒ですね。主枝が出ていて、ちょっとまた小さくします。主枝が出ていて、葉っぱが出ている、この間から出ているのが脇芽ですね。葉っぱが出ていて、主枝があって、その間から出ているのが脇芽。この脇芽をですね、一番果のとこまで全部剥いで、下回りはすっきりさせてやります。はい、これでですね、脇芽がですね、剪定、一番最初の剪定が終わりなんですけど、これに、支柱を立ててですね、イボダケのですねちょっと大きめのものを買ってきてですね、で、斜めに刺します。で、刺してですね、この一番果がついていたところをですね、八の字結びをして、止めてあります。そうすることによってですねしっかり止まりますので、少々風が吹いても大丈夫ですね。はい、で、初期の剪定は一応それで終わりですね。ちょっともう一つ次の木でも紹介していきたいと思います。はい、斜めになった。はい、今度は、こちらの木で紹介していきます。V の字に差がなっているところを探して、 V の字のところに一番果の、もうこれ一番果収穫してますんで、一番果の実がついたところがありますので、それより下ですね、それより下の、葉っぱかのと枝、幹の間から出ている枝ですね、これは全部脇芽なんで嗅いでやります。小さいものもですね嗅いでやります。はい、そうするとですねすっきりしますね。こんな感じで
はい、こういう感じですね。すっきりさせた状態で、支柱を立てていますね。で、8の字 U にしていきます。はい、その横行きます。はい、こちらですね、こちらはまた、V の字を刺します。V の字でちょっと見えにくいんですけど、1バンクがなっている下は全部、脇ですね、嗅いでいきます。はい、すっきりしました。これで、支柱をまた斜めに立ててですね、はい、斜めに立てて、8の字で結んで U字が完了ですね。はい、こんな感じで全部やっていきます。はい、今仕事から帰りました。今からですね、サラダごぼうをですね、定食する、ハッシュするですね、まあ、畝も今から立たないといけないんですけど、サラダごぼうの補助にですね、ちょっとペーハーが低いということで、ミネラル G をですね、200キロほど散布していきたいと思います。ミネラル G はですね、ちょっと石灰分もありますので、ちょっとペーハーが上がりますんで、ミネラル G と鶏粉ですね、鶏粉を、また50キロぐらい、散布していきたいと思います。それではやっていきます。
はい、今ですね、ごぼうの補助ですね、工期作業を進めておりました。今日までですね、法人さんにトラクターをちょっと貸し出していますので、それが明日帰ってきたらですね、船立てブラザーズから、大地くんに付け替えてですね、150の白黒マルチを貼って貸し作業の方やっていきたいと思います。またそちらの方をですね、紹介の方していきたいと思います。はい、今日の作業は以上です。お疲れ様でした。